荒川水力電気株式会社は、宮城県仙台市青葉区に本社を置く企業、東北電力グループに属する電気事業者である。1960年4月22日、東北電力株式会社と日本系金属株式会社との共同出資により、設立され、山形県、新潟県を流れる一級河川荒川水系を水源とした水力発電事業を展開。 当初は荒川本流に岩泉発電所を1978年には支流の多い川に大石発電所を建設し合計災害出力2 2 4 0 0ット、年間発生電力量約1億1,300万キロワット時を東北電力及び日本系金属新潟工場国土交通省大石ダム管理所へ供給している岩泉ダム 新潟県関川村大和方海にある水力発電所。発電用水車二立軸炭臨炭流渦巻き型カプラン水車を採用、1962年2月19日に運転を開始した。高さ30.2メートルの岩泉ダムより最大65立方メートル毎秒を取水し、20.96メートルの有効落差を得て、 最大1万1 5 0 0ットの電力を発生する。ダム管理所より常時監視を行っている。大石ダム、関川村、大矢沢大石にある水力発電所。発電用水車二律軸炭輪炭流渦巻き型、フランシス水車を採用、1978年3月20日に運転を開始した。発電所から1キロメートル上流にある大石ダムより、 最大15立方メートル毎秒を取水し、87.2メートルの有効落差を得て、最大1900キロワットの電力を発生する。ありがとうございます。